ゆくるすチャンネルはさあ今回は、武装戦線のシリーズのお洋服を紹介していきたいと思います。まあ、今日はね完全にコーディネートをした上で、まあ、ちょっと商品を1個ずつ紹介できたらなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、では早速ですが、ゆうさんちらはい、じゃあまずそのライダースですね、かっこいいです、めちゃくちゃで後ろもお願いします。いいですね、かっこいいです。コーディネートしております。まあ武装戦線ね、ちょっとこう強いイメージがあると思うので、きっとじゃんけんも強いんちゃうかなと思いまして、私と勝負していただきますいきますよ。最初はグーグーじゃない、最初はグー、じゃんけんほい、勝ちました。負けてるじゃないですか、武装戦線そう、おやおや、負けたらちょっとライダースを脱いでくれるという、はい、そして脱いでもらったら、なんと7代目武装戦線のジップパーカーです。はい、村田翔吾くんですね。はい、前もお願いします。はい、こちらがジップパーカー、あのちょっとね軽い裏毛の素材のジップパーカーなので、これからの季節、まあ、冬は重ね着、今みたいにライダースの中にパーカーを着てもらうという感じで使っていただいてもいいです。あったかくなったらパーカー1枚で着てもね、いいですね。はい、まあ、フロント TFOA プリントをシンプルに入れてます。ポケットがあって、もう一回背中お願いします。背中は TFOA の7代目武装のドクロが入ってます。村田翔吾くんです。はい、じゃあまたここでじゃんけんね、次は勝つでしょはい、いきます。最初はグー、じゃんけんほい、勝てるじゃんけんもう一回いきます。最初はグー、じゃんけんほい、こうですね、そうこうです、こうこうこうね。なんとパーカーを脱ぐとロンティーです。そうです、パーカーを脱ぐとなんと4代目武装戦線かまどくろ村田十三モデルのサーマルロンティーでございます。こちらです。そう、7代目コーデっていう感じでね、パーカーのインナーは4代目のお兄ちゃん副ヘッド村田十三モデルです。はい、前もお願いします。サーマル素材サーマル素材は結構ね、あの伸縮性、こう伸びたりもしてくれますし、体にとてもフィットしやすい素材になってて、冬は保温性があり、実は夏は通気性もいいという優れものになっております。はい、バッチリですね。はいじゃあまあここからもう一回ね、もう一勝負いけるんでね、多分勝てますよねいきましょうか。最初はグー、じゃんけんほい、あーいこうでほい、あーいこうでほい、勝ちましたけど、ここはサービスでね、もうこの流れ抜いてくれると思って分かった分かったというのばかりに抜いていただきます。冬はねバイク乗るの寒いんでね、なのでロンティーの下にはさらにまたかまど黒の4代目武装戦線の T シャツを着ていただいております。ハト漁師かみたいな感じで、脱いでも脱いでも武装戦線ですはい、ということで、ロンティーの下には半袖を、で4代目武装戦線のこちらフロントの刺繍入ってます。袖ワッペン刺繍入ってます。全て刺繍で、生地もですね、実はストレッチがニョンニョン効いてます。こんなに伸びる、こんなに伸びる、うらこう喧嘩の時にね、お前みたいな感じで引っ張られても大丈夫ですぐらいストレッチがめちゃめちゃ効いてて、そして体にも結構フィットするっていう感じなので、夏とかはもう本当にこの気持ちいい素材がね、いいと評判のレグルスクローズの刺繍 T シャツシリーズですね。はい、
じゃあこれでもう終わりですかね。おや、実は隠し持ってますか。もしやもしや、ゆうくんも自ら脱いでくれる。じゃんけんせずとも自ら脱いでくれる。脱いだら、あら不思議、あら不思議、あら不思議、脱いでも脱いでも武装戦線です。やばい、マッチョタンクトップです。ゆうくんはちょっと細身ですが結構しっかり筋肉がございますね。4代目のクロスボーンのタンクトップです。やりましたね。これを分かってて着てたのかっていうぐらいもうバッチリです。そうです、脱いでも武装です。前もお願いします。お、なかなか細マッチョさんですね。バッチリ、ここもこうね刺繍プリント入りつつ、そうです、この素材も結構体にぴったり着れるサイズ感です。ゆうくんで、まあ、S サイズを着ていただいております。バッチリですね。寒くないですか。2月18日です。今から夏みたいなね感じで、 BGM にセミの音とか入れましょうか。ビーンビーンビーンって。はい、体張ってもらいました。以上、武装戦線フルコーデでした。これであなたの日常も全て武装戦線と化すっていう。はい、紹介でした。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。